中町よみのオールナイト高田のパパ始まりました。どうもこんばんは。こんばんは。中町よみのオールナイト高田のパパ、別名スナックよみと申します。スナックでもないね、別にね。私飲んでるお茶だしね、これね。毎月恒例高田のババジェットロボットからお送りしております。 JR 高田のババ駅から早稲田通りを早稲田方面へまっすぐ歩いてきていただくと、だいたい 7、8分のところにありますのでね、来てもらっても大丈夫ですよ。ついでに言うと、こっちのねソーシャルストリームからも入れるので、何がしかのアカウントで入っていただけるといいんではないかと思います。そんなわけで今年じゃないや今夜もよろしくお願いします。今年もっていつ始まったのか、早いんだか遅いんだかみたいなね。もうこの時期になったら早いのか、ね、そんなことはない。そんなわけで、シンガーソングライター中町よみのオールナイト高田のババでございます。今何をどうあれしようかなと、何をどう、あ、ちなみにね、今日はですね、私は初めてのバーチカル手帳を探して歩いてたんですね。ちょっといろいろ用事もありつつ。バーチカルって、バーチカルわかる？わかります？手帳のさ、時間軸になってるやつがバーチカルって言うんですけど、こういうさ、時間帯になってるやつ、そう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 、見えるかな、これ時間軸になってるやつ、これがねバーチカルって言うんですけど、で、私どうしても今月から使いたくてですね、日付フリーのやつを一生懸命探しまして、そしたらロフトにありました。で、ね、一生懸命ね日付を入れてこうやってね、なんか何月って分かるようにしてね、なんかいろいろカスタマイズをして遊ぶっていうのがすごい好きです。そんなわけでソーシャルストリーム、みさきさんこんばんは。今日も今夜もエレガントビューティーですね、ありがとうございます。きょうさんこんばんは。いいですね、いい感じですね。ソーシャルストリーム、いつもの顔ぶれな感じが素敵です。一応ね、ついこの間ツイッターでライダースジャケットの話をして、話というかね、つぶやきをしまして、これがそれです。欲しい、なんかね、今期のほら、まあ、大体ね、この時期になるとライダースというものが流行るんですけど、ライダースジャケットというものがレディースではね流行るんですけど、いろいろね、こうやってちょっとこうやってスマホでビュービュービュって見てたら、可愛いなみたいな、いいなみたいな思ってたんですけど、よくよく考えたら私持ってんなみたいな。まあ確かに流行りの形ではないよ、流行りの形ではないし、そのなんて言ったらいいんだろうね、いわゆるファッショナブルな感じのあれではないんですけど、それでもね、あるなと。そもそも多分一番着古した感じで、柔らかいし自分の体に合うし、いい感じのやつがあるなと。8年前ぐらいにね、中町がバイクの免許を取った時に、うちの父がですね、あれ誕生日プレゼントじゃなかったかな、で買ってきてくれまして、でもね、ちょっといろいろあったんですよ。最初にね、買ってきてくれたのが、プレゼントで届いたのが、まあ、同じところの、これね、あれです、なんだっけ、さっき言った、どこだっけ、あ、そうそう、串谷っていうね、ライダース用品、衣料品を扱ってるブランドがありまして、結構大手の老舗みたいな串谷っていうところがあって、でそこの多分ね、確かね、子会社だったはずなんですけど、ロッソっていう、いわゆるレディースのライダース商品を扱ってるブランドなんです。で、そこのものが、その誕生日に、8年前の誕生日にうちに届きまして、
で開けてみたら真っ白いやつだったんですよ。真っ白いジャケットで、で、あーいいじゃん、可愛いじゃんつって、綺麗だねつって、白っていいなって思いながら振って着てみたら、あのここに腰ベルトがついてるやつって、腰ベルトっていうかね、あの締める感じのね、ウエストをちょっとだけ締められ、サイドのウエストをちょっと締められる感じのベルトがついてたんですけど、それがあの左右で高さが違って、パッと見で、くしたにでこれはないだろうっつって、父さんが返却っつって返品しまして、代わりにこれが届いたと、届いたっていうか、まあ代わりにこれを選んで届いたということになりまして、まあ当日ではないんですけどね、誕生日のだからまあでもね、それ以来ね、まあでも黒で良かったんじゃないかなと、私、白よりは汚れるし、汚れるとあの白ってやっぱ大変ですからね。でただでさえ革物は結構手入れが大変なので言って、まあ私そんな手入れしたことないんですけどちなみにね、これは一応あのちゃんとした牛革なんですよ。なのであのね、街を歩くライダースよりはちょっとこう種類が違うっていう素敵な感じみたいなね、あれですあれですあれですねあれですって。お、京さん、ライダースジャケットは欲しいですね。いいですよ、あったかいです、あったかいです、ライダースは。まあでもね、そのやっぱ合皮のものに比べるとあったかいです。合皮のものはどうしてもなんだろうね、ちょっと防寒には向かないし、やっぱり薄手だしね、ある程度で中になんか着ないといけないだろうし、やっぱファッショナブルですからね。まあでも形とかね、やっぱ自分に似合うものとか合わせたいものっていうのがある場合はそういうのがいいんじゃないかなと思います。 お手頃だし、まあ、私はねバイク乗るのでね、あのちゃんと合皮とかだとあの普通にズルズルになっちゃうんで、こけたりとかするとこれがいいです。まあでもね、ほんとあの久しぶりに普段着でこんなライダースを着て歩くと、今日とかちょっと日中は暖かかったので若干暑いわと思いながらちょっと暑かったですね。まあでもね、これから冬場はね寒いみたいですから、今年は。でもあんまりハトジじゃないや、なんだっけ、なんていうんだ、カメムシはねあんまり出てないですよね。え、嘘、出ないの？あのね、うちの田舎の方ではね、あれですよ、あの八頭子が一番多く出る年はだいたい冬が寒いとか、そう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 言いますよ。うん、どこ行った時？東北に行った時にカメムシが多かった。わあ、それね、カメムシ越冬隊ですよ多分。カメムシってね、あのテントウムシとかもなんですけど、あれなんかね、例えばなんかの建物の隙間とかにこうすごい物と物の間とか板と板の間とかに集団で集まって集団越冬するんですよ、あいつら。そう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 、トイレとかね、うわーみたいな、壁全面それみたいな。いやー、結構見ると恐ろしいですよ。だと思う。だいたいね、多い時は寒くなるっていう、そうらしいです。実際それが本当かどうかわかんないけど、京さん、バイク乗りたいです。バイク乗りましょう。意外と冬にバイク乗るの長町は結構好きです。なんて言ったらいいんだろうね、一瞬気持ちよくなる瞬間があるんですよ、冬にバイクに乗ってると。しっかり防寒するんですけど、あのカシャカシャする、中が裏地がなんかあの肝状態になってるパンツとかね、二重履きして乗ったりとかするんですけど、もうちょっと優しく開けなさいよ、よてこびっくりするわ。このあとね、出る、このあと私の後に番組を放送するよてこが来たので、今ちょっと突っ込みました、すいません何の話してたんだっけね。あ、そう、冬にバイクに乗るとなんか気持ちいいよっていう話。あの一生懸命走ってると寒いんですけど、手の感覚とかね、足の感覚とかいろいろなくなってくるんですけど、ある一瞬ね、その寒さと痛さとなんかもう感覚がなくなる、その感じを
通り越した時にね、すごくふわっと、あ、今一瞬気持ちいいって思う瞬間が来たりとかするのでね、冬にバイクに乗るのは案外楽しいですよ。そんな感じ。何の話をしようと思ったんだろうね、私は。もうね、なんか相も変わらずこんな感じですよ。あ、ちなみに先月はね、ちょっといろいろ諸事情がございまして、日程を変更してやらせていただきましたが、今月はね、ちゃんとした1日、今日は1日火曜日に、月始めの火曜日に、第1火曜日にね、やらせていただいておりますが、先月ね、意外と中町は忙しかったですよ。割と毎週末ごとにあちこち行ってて、10月の頭の方が、なんだっけ、もうすでに忘れてるっていうね、どこ行ってたんだっけね、私。10月の頭はね、どこにいたんだっけ、長野はね、8月だよ。山梨？どこだろう、静岡に、いや、群馬ついこの間ですね。うん、もっと後。違うのか、最初の週はどこにも行ってなくて、最初の週はね、どこにも行ってなくて、あ、小田原だ、そう、小田原にいました。ちょっと遠いとこ。小田原に行って、あれに行きました。小田原城のね、ミュージックストリートっていうフェスに出演しました。で、小田原の鴨宮ジーズカフェっていうところでね、ワンマンをしてね、いい感じでしたよ。小田原城のミュージックストリートは、ほんとなんかすごいね、賑やかなイベントでした。街中みたいな。駅の周辺、小田原城あたりまでも、小田原城が本会場なんですけど、多分あれ、おでんフェスみたいな感じで。すごい人でした。すごい賑やかでね。で、まあ、そこで、長町の知り合いが何人か、そのフェスで歌ってたっていう。まあ、ちょっと、会えたのは一人だけなんですけど、平君ってね、わざわざ、会場まで来てくれたんですけど、あ、いたんだ、みたいな。なんとなくその前に連絡をし合ってたのは覚えてるんですけど、同じらしいよ、みたいな。あ、同じ会場なのかなって、違うらしい、みたいな。同じ会場ではなかったんですけど、彼は出番までの間に私を探して来てくれたらしくて、あ、久しぶりとか言ってね、ありがたいことですね。彼もね、なかなか本当に素敵なミュージシャンですよ。お父さんがキリスト牧師さんでね、なかなか歌詞が神がかっております。もうね、さっきからね、ヨテコがね、もうなんかごめんね、目障りなんだよね。この目の端でさ、今のヨテコの状況、その牛柄はなんだい、その牛柄骸骨なの、鼻キツネにしか見えないよ、もうそから。もうね、ヨテコの柄がすごい、今日の服の柄が。今日の服の柄がすごい。問題はどこなのさ、じゃあ。問題はどこなのさ。言葉を濁すんじゃないよ、もうよてこ。まあちょっとね、あんまりここでやりとりしてるとね、わかりませんから。ワイテコさんに空気を読ませようかと無理やり課題、無理やり無理難題すぎ。ああ、そうね。それは無理だよね。ああ、京さん上京した時にゼファー売っちゃったんだね。ゼファーもいいよね。かっこいいよね。結構乗ってる人多いですしね。いいよね。ちなみに中町はセローですけどね。2班のね。オフロードですよね。なんか何の話をしようとしたのか忘れたよね。ヨテコが来たせいでね。今月の話を一応してたのか。あれです。で、小田原行って、で、広島帰って、三好でやって、卑弥呼蔵赤猫がね、今年の10回目をもって、ラストでしたから、行ってまいりまして、
地元でね諸先輩方とライブをさせていただきまして頑張ってきました。三好に帰るとね中町は本当に忙しくて結構ね行き帰りでそもそも1日ずつ使うので最低でも4日ぐらいないと2日はいられないんですけど行った端からねもうなんか行かなきゃいけないとこっていうか挨拶に回らなきゃいけないところがいっぱいあってまあ私が好きで行くんですけどね大変なんです。割とタイムスケジュールな感じで結構ね緻密な感じで動いてたんですよ。私午前中は親類演者を回りみたいなで昼から一回、まあ、会場に顔を出して挨拶を回りみたいなでその周辺で結構ね中町が地元でお世話になってた方々はみんなお店をやってらっしゃるので基本的にお店に張り付き虫されてるのでねそこにこう挨拶に行かしてもらって CD できましたっつって行ってそれぞれバーはそれぞれね1時間ないしぐらいずっと喋ってでライブしてでその後終わってからちょっとホッとしたかなって思ったぐらいでまた今度は夜に会えない夜にしか会えない人たちにこう会いに行きね飲み屋を回ってで2日目は2日目でまた朝からちょっと親類演者を回りばあちゃんとかね回ったりとかしてでお昼にライブしてでそうこうしてたら短大の時の友達が来てくれたもんですからそいつとお茶をしでそうこうしてたら今度甥っ子の誕生日だっつって実家に帰らないからねっつってそっち行って結構ねハードスケジュールでしたよ。中町は忙しいんですよ意外と。地元に帰るとほんとね、いろんな人がいろんなところに誘ってくださるしいろんな人に会いたいしいろんな人に会わなきゃいけなくて大変なんです。割とね実家に帰るとのんびりできていいわねなんて言われちゃうんですけど意外とのんびりしてないなみたいなだから今度からね私実家に帰るときには本気で1週間ぐらい帰ろうかなと思ってるんですけどその方がまだ割とね1日2日ぐらいゆっくりできるかなみたいなね気がしてるんですけどね。ちなみに実家に帰って良かったのは母さんにものすごい服を買ってもらったの。ものすごい服ってすごいなんか派手な服とかじゃないですよ。いっぱい服を買ってもらったのとで実家の風呂が新しくなってましたね。綺麗になってました綺麗になってたって嫌だね。いや良かったことですよ。ね実家の風呂はね本当ね冬場に入るのはねちょっと覚悟がいるぐらい寒かったんですよ。昔の風呂ですからね別に五右衛門風呂とかじゃないですよじゃないんだけどそのなんて言ったらいいの魔法瓶みたいな湯船があるでしょ銀色のあれだったしステンレスのね。だから一回溜めたらもう急いでみんな入らないとどんどん冷めていくみたいな。まあでも結構ね長持ちするんですけどねお湯の温度自体はぬるくはなるけどまあそんなんだったりとかねちょっとこうシャワーがこうちょっとシャワー使ってるとすぐお湯が、ね、出なくなるとかねしてたんですけど帰ったら、なんだったらカーテンだった脱衣所が扉になりそしたらお風呂の鍵も閉まらなかった扉が きちんと扉が閉まるようになりタイルが綺麗になってみたいな、なんか最近の追い焚き付きみたいな新品の風呂になってましたね。鏡がでっかいのがついてねすごい綺麗でした。すごい綺麗になってました。で、それがねまた心地よくてやっぱお風呂が綺麗なのはいいですね。新しくてね使いやすいのはシャワーが使えるって素晴らしいと思って。ん？ね私実家にいた時はねシャワーあったんだよ。あったんだけどそのシャワーをあんまり使ってるとお湯が出なくなっちゃうからもう溜めてあるんだから溜めてあるお湯を使いなさいとそういうお家だったんですよ。だから髪が私実家にいた時すごい髪が長い時期があったんですけど中3ぐらいまで本当に腰まであったんだけど髪がそれをね一生懸命洗面器でこうお湯をすくってかけるっていうのね一生懸命やってたんですよ。ほんとね風呂入るだけで体力勝負みたいなお風呂だったんですけど冬寒いしまあでもね綺麗になっておりましてお湯もシャワーもね使い放題みたいな、まあ放題じゃないんだけど使っていいみたいな感じになってったのでありがたいなと
ね、意外とね実家にお風呂は好きだったんですけど、あのねお風呂入りなさいよって言われるとね、あの覚悟が来るまでに、覚悟ができるまでに結構時間がかかってね、あのだいたいダラダラしてたんですけど、よく怒られてたんですけどね、早く入りなさいっつって怒られてたんですけど、今度ね実家に帰るときにはもう真っ先にお風呂に入ろうかなとどんなあれだとそんな感じですかね。まあね、その他にも皆さん元気だったりとかしてよかったなと。で、その後が群馬です。その次の翌週がね、22、23と群馬県太田市カフェスコアというところでね、いつも通りやらせていただきまして、でその後翌日にあの隣のね大泉町っていうところでグルメ横丁フェスっていうのに出たんですよ。なんかね、あのブラジルを押し出してるらしくて、群馬県太田市はブラジルをね押してるらしくて、すごいです。サンバっていうのかな、あれ、あのカーニバルの衣装を着た人たちがね出たりとかするんですよ。それを見るためにみんなね、いろんな人がバーって、それを見るためにすごいステージの周りにいっぱい人がいるみたいな、何みんなサンバそんなに好きみたいな、それもすごいけどとか思いながら、それなかなかね不思議な光景でした。あ、まあでもね、一応あの中町のステージの時にもいろんな人がこう見てくださったりとかね、で、あの一緒に2日間一緒にやったサチコ&マーボーさんっていうあの夫婦のね、弾き語りというかピアノとドラムのライブをする方がいて、歌謡曲をねカバーしてらっしゃったんですけど、一緒にね歌謡曲をカバーさせてもらったりとかね、2日目にちょっと楽しかったですね。なかなかない経験でした。サンバの衣装をあんな間近で見ることまずねえわみたいな、すごいですよあれ、もうなんか羽とかバッサーみたいな、羽とかバッサーだし、もうなんかもうなんかねすごいキラッキラしてて、もう目がチカ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 みたいな目がチカチカするみたいな、あれすごかったな。で多分ね、それがなんか30人とか集うとね、ほんと多分なんかもうすごい圧巻なんだと思います。あの4人ぐらいしか、その時はなんかね、その翌月やる、来月、今月か、だから11月にその大掛かりなイベントをやるらしくて、そのいわゆるデモンストレーションみたいな告知みたいな感じでね来られてたんですけど、なんか4人ぐらい、その4人だけでも結構圧巻だったので、それがもうなんかすごい人数いると、まあそれはもうすごいだろうなと、それは興奮するわみたいなね、あれすごかったな。まあ京さんがなんか私は地元に帰っても祖母に会うぐらいですね、地元の友人は、ああそうね、まあそういう人もいるよね。私知り合いにね、あの住職とかね、お寺さんが多いんですよね。地元で一緒に音楽やってた友達なんかは、あの今仁和寺に勤めてるんですけど、京都の、知ってます？仁和寺、え、わかんないですか？嘘、京都の仁和寺って有名じゃない？マジで？あ、そう、仁和寺っていうお寺があるんですよ、そこに勤めております。あの石が7つ見えないといけないやつね、わかる？もうちょっと勉強しなさいよ、歴史で習うでしょうよ歴史で習うでしょうよ。あのお寺の境内のさ、あの境内っていうかさ、あのお庭があるじゃない、諸行無常のお庭が、あそこに石が並べてあるんだけど7つあるんですよ。でも必ず1つ見えないんです、どの角度から見ても7つ目は見えないようになってるんですよ。それをいかにして見るかっていう全能、あれがあるんだよ。本当にね、いやですねとかね。もう一人はあの、あ、でもその仁和寺に勤めてるやつはあのフォークパンクみたいなことをやるやつでね、いいやつなんですけどね。で、もう一人は、地元の浄土真宗に勤めてるんですけど、ビートボクサーでね、一応世界大会まで行ったやつなんですよ。
だったりとかね、なんやかんやなんかね、お坊さんとかねはね結構多いです。あ、ほら、仁和寺って国語で出たよね、美咲さんね。知ってる？知ってるよね。仁和寺知らないんだって、よてこは。ごめんじゃ済まないんだよ。だそうです。聞こえてないよ。聞こえてない、聞こえてない。こんな感じです。そうね、あ、群馬行って、あ、そう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 、でね、あの10月で、CD がバラ色の方がですね360枚セールスを突破いたしました。ありがとうございます。いろいろ返し切りました。だから約4ヶ月ぐらいかな、約4ヶ月で360枚セールスを突破いたしまして、まあね、もうちょっと着々と売ってって1000枚ですから、今年中にはちょっと無理かな。でも今年中に500枚いけたらすごいなみたいな感じです。そんな感じかな。美咲さんがなんか問題発言してるんだよね。中町さんサンバのニャ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 、やらない、100万積まれてもやんないよ。サンバの衣装は私無理だな、ちょっと。サンバの衣装は無理かな。絶対着ないけどね。着せようとしてるヨテコに着せてやるけどね。ヨテコは絶対着るだろうけどね、多分ね。ヨテコはそこまで言うんだから、多分自分で着るんだと思うんだよね。私着てみたいとか言ってさ、え、さ、サンバのさみたいな。サンバの、ニャニャニャつって。多分なんかね、いろんなことを言いながらね、わーとか言いながらね、着るんだと思いますよ、ヨテコは。私はね、それを旗から見てね、冷ややかに笑ってるんだと思いますよ。うわー、すごいなーっつって、ちょっとこう、あの、なんか背中についてた羽を一つもぎ取ったぐらいに手フルフルフルっつって、頑張れーみたいな感じでね。絶対来たくないよね。で、美咲さんがなんか言ってるよ、ほら。ワイテコさんは異星人だから国語は知らなくていいんです、だって。よかったね。多分ね、異星人でもね、あの異星人の世界にも国語というものはあると思いますよ。あの国の言葉というものはね、多分ね。よてこはそれすら知らないかもしれない。何語で話してるんだろうかね。まあ、ほんとまれによてこの言ってることがわからなくなることがありますが、一生懸命新聞の中をね、こう探って探って会話をしているんですけどね、よく。何ですか、美咲さんが一応着ろとは言いませんよって言ってるよ、ヨテコ。多分ヨテコに対してだと思うよ、着ろっつって。サクさんのサンバカーニバルとか、な、近、身近だと夏に練馬区の下石神商店街の祭りでサンバカーニバル、へえ、結構やってるやね。浅草は有名なんだ。へえ、練馬区でね、やってるってよ。あのお姉ちゃんってなんだよ。あのお姉ちゃんって何？薄いって何？薄い生地？うん。スケスケの衣装なんだっけ？サンバのって。まあ、布の面積は狭いよね。コスプレ？企業のコスプレ？カーニバルっぽい人はいないと。あ、そういうこと。へえ、だそうです。浅草じゃない方がいいんだって。じゃあ練馬区の下石神商店街とかの方がいいんじゃない？じゃあ、ちなみに群馬の大泉市じゃないや、大泉町の方に行くとやってます。結構毎月やってるっぽいよ。そう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 、あのブラジルをすごいリスペクトしてる街です。なんて、日系ブラジルは多いんです。私も小学校4年生の時にブラジル人の一家が友達だったんです。小学校4年生の時点でブラジル人の友達が10人ぐらいいたんだから。それじゃあここに来て語りなさいよ、あんたは。なぜブラジル人が日本に来たのか語りなさいよ、そこまで言うんだったら。ちゃちゃ言うんじゃないよ、人の番組の時に。
ヤクさん分かんないでしょ、どんだけ見てるか知らないけど。黙ってなさいよ。まあね、ヨテコとは大して仲がいいわけではないので。えとか言う。私だってヨテコの友達宣言したことないからね。今日から友達ですっつって、今日から私の友達だよっつって、漫画でもよくやってんじゃん、今日から友達だねみたいな。友情が芽生えるための喧嘩が先にあるんでしょ。へおめつえなみたいな。友達宣言ってなかなかしないよね、普通ね。いるけどね、私はしないよ。普通ね、今日から友達なっつって言わないもんね、別に。何それ、友達なっつって、別になんか責任持つ必要なくない、そこの方がおかしくない。だってどういう責任なの、その友達なっていうことによるその責任は何なの、友達による。それこそお前ちょっとここに来て喋れよ。友達であることの責任って何なのよ。手土産ってなんだよ。なんかくれんの。何それ。これ家しろ、仕事の時とか使わない。タンブラー。いや、マイボトル。あ、マイボトル、ありがとう、かわいいじゃん。どこで盗ん…盗んでたもらったんだよ。もらったの。本当にこれ聞いてる。いやほら、はい、中町よみのオールナイト高田馬場にゲストが初めて来たよ。いな…いや、いるでしょ。長友が出てたでしょ。長友だけだっけ、もう一人いなかったっけ。やべ、これ可愛いな。長友ちゃんだけか。なんで顔に寄せなきゃいけないの。似合うよ、ほら。別に顔に寄せなくた…顔に…ほら、袋もついてるよ、よみた。ほら、可愛い。すごいね、この袋。ね、初めて見た。でもあれ、保冷じゃないんだね、別にこの袋。いちいち、あれです。なんか…いや、だってさ…いや、でも可愛い可愛いでしょ。で、どこで撮ってきたの。ほんとね、今日ファビアの展示…ファビアって何。ファビアっていうブランド、佐々木のぞみさんがやってる。佐々木のぞみさんがやってるブランドなのが、モデルのブランドのとこのやつにお土産でいただきました、うん。なんでそんなに元気がないわけ。あるよ、あるある。今日ちょっとね、うん、聞いてんだよね。何を。40度が。40は40度。40度。お酒が。酒飲んできたのか、お前は。え、分かんなかった。いや、顔赤いから分かるけど。分かるよ、ね、やばいよね。分かるけどさ。そんな強くないんだから飲みなさんなよ。いや、でも、だって飲まなきゃいけなかったから、うん、そう、まあ、そう。それは仕方ないよね。そう、だから私、お前今日から俺の友達ななんて言った人一人もいませんよ、うん。まあそんな言い方しないだろうね。え、違うの。そうじゃないの。友達宣言、今日から仲良しだねみたいなさ。言わないか。信じらんないね。だって、ね、そうだと してもさ、言うのって恥ずかしくね。恥ずかしいから言わないのかな。言う必要がないから言わないんでしょ、だってああいうのって。言う必要ないし、言わなくてもわかるでしょみたいな。友達の境目は何なの。気づいたら友達だね。何をどこまでどうすれば友達だと思う。やべ、毎日いる友達じゃんみたいな。毎日いなきゃいけないの。いや、毎日が結構いるの。おやべ、友達だ。毎日いなきゃいけないなら私は絶対友達じゃない。いやいや、違う違う。なんだろう、なんかこう気づいたら分かってくれてるみたいな、そして私も分かってるみたいな。いや、ヨテコの周りの友達が果たしてヨテコのことを分かっているかというとちょっと分かんないけどね。いこいつわかんねえなーって思われてるのが多分ほとんどだと思うよ。こいつの話してること何言ってんのかなーみたいな。いや、それはそれはしょうがないんで、そういう風なトラップだから。トラ…何なのそのトラップって。異質よ、そのトラップ。え、だから、え、分かった方がつまんないじゃん。
ね、君は謎な人間を目指しているのか。目指してますね。全然謎感もないけど、ね、あれわかんない、なんか謎っていうかさ、わかんないっていうのはさ、ヨテコの何がわからないかって、うん、何が喋りたいのかが一瞬わからないんだよね。その新聞の分かったらすごいよ、分かったらすごいよ、超天才。一生懸命いつも訳してんじゃねえか。いや、そう、それを一回怒られたことあってガチでキレてて新聞についてガチでキレられたことあって新聞についてじゃないよ、お前の頭の中が新聞のようだっていう話をしてた。私の新聞についてガチでキレられたことあって、いや、でもその時のヨテコの対応覚えてる。あの、めっちゃ聞いてたよ。あ、そっか、マジか、へーっつってなんてめっちゃ聞いてたよ、その中町の、うん、そのヨテコ新聞に対する思いみたいな、わかんないんだよみたいな、後からわかるから嫌なんだよみたいな感じの、なんかのをすごいそうなんだよね、それ多分ね、の帰りあのヨテコのね、ヨテコの法事で帰るっつったのに一瞬タイアップして、あの3軒回った時のあの疲れ具合で切れたんだと思うよ、私。そう、切って、それを何の話してんのかなと思ったもんだって、最初ね、そのヨテコがねその雄大くんとね、島雄大ってやつと3人で回ったんですけど、あの、島雄大とね、3人で、あの、喫茶店でね、話をしてたんですよ、そのタリーズね。そう、タリーズでね、11月にここでジェットロボットでイベントをするのにあたってそのイベントの内容を決めようみたいなタイトルだったはずなんですけど、その議題としては。なんだけど、そのなんかね、ちょっとこうふわっと聞いてて、まあ私どうしようかなと思いながらふわっと聞いててどうしたのかなとか思いながら聞いてたら、なんかね、いきなりね、その広島県がとか大分がとか福岡がとか言い出して、何の話してんのかなと思ったので、分かってなかったの全然分かってなかったんだよ、私。その時中町はよってこう肩凝りすぎって言ってたよ。言ってないよ肩凝ってる、お前のしかも触ってないからね肩がなんかよてしこなんか盛り上がってるって言ってた。すげえ怒ってんなとは思ったよ、すごい肩が生きてんなこいつとは思ったけど、そんなによてことな、そんなに仲良かったわけでもないから、その時は。それ強めんの、それね違う、その当時はね、その時はまだね、ヨテコに対してよくわからない人だなとしか思ってなかったの。だってもう初めてヨテコを見た瞬間がさ、ここでさ、もうあのライブも終わった後ですっごいみんな飲んでる時に。ライブだっけ、あの日。違うよ、ライブかなんかだったんだよね、私がいたんだもんだって。え、だって私はライブじゃなかったよ、多分。いや、お前はライブじゃなかったよ、後から来たんだ。そう、後から来た。私らはライブだったんだよ私はライブで打ち上げしてるところにヨテコがなぜか来て、で、多分なんか西田さんに、その店長の西田さんにね、あのなんかその芝居のことがどうのこうのとか、なんかこういろんなことを喋り始めてさ、何なんだろうなこれと思って、あれはひどかった。みんな潰れて、みんな寝ていく中さ、なんか私一人だけなんかよくわかんない感じでさ、西田さんもベロベロだから全然話聞いてないしさ、でもなんかもう私が一人でなんかもうヨテコのさ言ってることかってボーって見てて、でなんかね、こいつは何が言いたいんだろうなと思いながら、まあでもさ、私もその時はヨテコのことあんまり知らないからね、なんかちょっとこう訳してやんなきゃいけないなと思って。言ってたんだよ、言ってたんだよ。私はヨテコとライブやりたいって言ったんだ、中町その時。え、やったっけ。言った、言ったから、私覚えてるから、マジ記憶力いいんだよ。ほんと、歌聞いてないしね歌聞いてないのにヨテコとライブやりたいヨテコとライブやりたいって言った覚えはない気がするけど、言って言ってヨテコのライブは聞いてみたいって言った気がする。いやいやいや、やっても大丈夫って言ってた。あ、何それ、やっても大丈夫って言った、やりたいって言ってた、やる気だよって言ってた。あだから本当はあれ、雄大と私だけだったの、その九州の人もいない。あ、そうだよね。で、広島全然遠いけど、まあいいか、中町でってやった謎だよね。謎だよ、あれ。ほんと謎だった。ほんと謎だよね。そもそもその話も知らないからね、私。え、でも中町広島だから近いからいいじゃんっていう話だった。九州と広島近いから。何それ、ツアーの話？あ、ツアーの前のその 3人の11月の企画に関して、うん、本当は九州の人誰かいないかなっていう話だったの、スリーマン。あ、ほんと。でも中町良くないって。私そこら辺のね、あれを知らないからね。そう。なぜそうなったのかを。そう、広島だから良くないって。遠いじゃん、九州って。いや、知らないけど別にいいんだけどさ、うん、そこまで行ったら大分も中身変わんないでしょうよでもまあまあね、近いよね、広島と大分ね、割と。遠かったぜ、5時間かかって行ったんだよ、湯煙号乗ったから、湯煙号で新幹線だって。違うよ、その話じゃないよ。だからさ、カフェでさ話してる時にさ、ほんとこいつは一体何を言い出したんだろうと思って、3件の話し始めて、で、雄大くんがさ、なんかいきなりこう メモじゃないけどさなんか日程みたいなのさ取り始めてさ、なんなんだろうと思って何の話っつって、
なんかそれをね、何の話なんだろうと思ってこうやって聞いてたら、あ、こいつツアーに行こうとしてるんだと思って知るかよとか思いながら、まあでもなんか広島がとかって言うから、広島、そうね、まあ私別に広島でなやってたわけじゃないから、その集客とかは知らないけど、一応場所は紹介できるよっていう話にして、一応その時点でね、電話かけて地元の人に、で、その場所とかをね、紹介してくれる人を紹介してもらって、で、場所だけ取り付けたんですけど、で、いざ行くとなるじゃない、そのルートがあるでしょ、これ、ヨテコがね、ルートを全部提示してきたんですけど、雄大君と私の航路をね、もうこいつは広島まで行きさえすれば、あとはもう自分だけ飛行機で悠々とヒュッと大分行くからみたいなこと言ってて、法事だから時間がね、なかった、法事があるから、イケメンが法事があるからツアーに行こうっつってどうせ大分帰るんだったら途中で広島とみたいな感じ言い出してで、結局行ってさ、あ、そしたら雄大くんとさ、広島でもういないんだよ、朝、広島朝8時ぐらいにはもういないんだよ、バイバイっつって、雄大なんか夜中にさ、路上やってたんだよ、ね、そう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 、だってそれしかないじゃん、広島さ、なんかその時なんかね、多分カープかなんかの試合でね、ホテルが全面的に埋まってたんですよ、うん、で、ね、で、あれだよ、やっと取れたホテルがもうとりあえず3人入れますと、一部屋ですけどっつって、それヨテコ見つけたんですよ、そう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 、だからキャンセルが入ったやつでしょあれ、そうそう、最初見つけててキャンセルがたまたま入ったから、それで入れるとなって、だから私とヨテコと雄大くんで、雄大くんの居場所ないじゃん絶対に、だから行ったんだだからまあそいつ横側に、横側にね、広島の横側っていうところに知り合いがいるから、もともと気づかってたんだ、雄大、そりゃそうでしょうよ、あ、気づかなかった、ごめん、前の起きた時の寝相すごかったからな、お前、え、私の嘘でしょ本当に雄大くん帰ってきた時の寝相すごかったからね、あんた、あ、マジで、あ、雄大がね、雄大がね、いや、お前の寝相がね、え、私、あ、お前の寝相がね、雄大が帰ってきた時のヨテコの寝相がひどかったの、雄大くんね、私結構寝が浅かったから、すって寝ててで、ガチャって音がして降って起きたら、雄大くんがね、夜中の多分3時ぐらいに帰ってきたんですよ、あれ3時ぐらいに帰ってきて、気を使ってらっしゃったのね、で、まあまあ寝てるだろうぐらいの時間に帰ってきてくれたんだと思うんだけど、3時ぐらいに帰ってきて、うん、で、降って横見たら、ヨテコがもうね、すっごい布団履いたぐらいにして、しかも寝巻き姿だよ、完全に、あ、寝巻き持ってきてた、あれでしょ、ホテルにあるやつ、ホテルのやつだよ浴衣かなんかよくあるバスローブみたいなやつ、着てたね、うん、あれでさ、あらはもうよくわかんない格好してるでさひどお前と思いながら、ね、まあ寝てるんだから仕方がなかろうと思って、とりあえずさ、雄大くんが気づかないうち全部隠してさ、私が、あ、いやいや、中林さん ね、ほんと、あの3人でよかったね、どうしようかと思ったもんね、私でさ、もうとりあえずヨテコをさ、起こさなきゃいけないじゃん、だからもう、私7時半ぐらいにそのまま起きてさ、で、もうヨテコにさっさと起きろっつって、お前行くんだろっつって、飛行機の時間がっつって起こして、まあ、ヨテコはもうそのまま飛行機じゃないの、新幹線、あ、新幹線だったんだっけ、うん、時間がっつって起こして、行かして、うん、で、まあとりあえず私、あと1時間ぐらいあるわと思って、時間が9時ぐらいまでね、ホテル9時に出ればよかったから、はいはいはい、で、まあちょっととりあえず雄大くんが寝てる間に全部準備とか済まして、で、さあ9時になります、雄大くん起こしましょう、起きねえんだわこれがまあ起きねえんだわ、本当に起きなくて、叩いても何しても起きないの、もうね、この声でさ、耳元で叫んでも起きないんだよ、おかしいでしょ、おかしいね、起きてみたいな爆音で音楽流しても起きないし、どうしたらいいんだろうと思って、分かんない、まあ、大体飲んでるんだよ、あ、飲んでたんだ、うん、絶対飲んでるんだよ、路上やってたって、だから路上もやってたけど、普通に飲みながらやってるから、知り合いの店行ったりとかしてるからね、あ、なるほどね、そう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 、飲んでたのもあって絶対起きなくてどうしたらいいんだろうこいつと思ってもうさ、もう男だからさ、女の人みたいにさ、なんだろう、準備にそんな30分40分かかるわけじゃなし、まあ、起きたらすぐ動けるだろうぐらいには思ってたんだけど、まあ起きないもんでさ、結局9時半ぐらいになって、まあ間に合うには間に合うんだけどね、一応でもこいつ置いていこうかなと思って、ほんと一瞬まあそれもね、さすがに白状だろうと思って、まあね、頑張って起こしたけどさ、あれ大変だったわ私で、船酔いしたんでしょ、でさ、まあ、船酔いしたっけな、あ、でもね、気持ち悪かった、疲れたのもあったし
なんかね、そう、あの湯煙号っていうのに乗ったんですよ、はい、広島の宇品港から大分まで出ちゃうやつがあった、ね、大分まで出てるやつがね、うん、5時間ですよ片道はみたいな。でもまあ、そう、雄大くんとさ2人でとりあえず最初乗った瞬間は、あ、海かみたいな感じで甲板でね、ちょっとこうなんかあーっつって飲んでたかい。いや飲んでない飲んでない、コーヒーとかねこうやって飲みながら、飲んだら終わりだろうね、飲まねえよ飲まねえわ船でね、いやだよね。でも甲板でこうやってねコーヒー飲みながらね、あー海だねっつって、こっからだって何時間っつって時計見ながら、長えなっつって話すような話さないような感じでさ、そんなに雄大くんとも親しくない時だから、あ、またまた出た親しくない宣言で、どうしようかなみたいなでさ、でその後もう完全にあの船の中にさ休憩室的なさ座敷みたいなところがあるじゃない、ね、もうそこで二人で雑魚寝だよね、寝れてないから、うん、ずっと思う疲れたわって、さらにそれで疲れてしまったんだけど、でその後ライブだったね、その後ライブだからね、着いてすぐ、うん、大分着くじゃん、うんうん、え大分着いたら台風じゃん、そうね、台風、台風に向かってってたからね私ら完全に。え、でもさ晴れてたよね、あ、雨か、雨だよ、雨だ完全にすげえ冷たい雨降ってたわ。大牟田は晴れたよね、大牟田は晴れだった、うん、そうだ、広島と大牟田晴れたね、うん、大分はヨテコのせいですげえ雨だった台風、でもさ、でも直撃でもなかったよ、直撃ではない、行った後だけど、もうその最後っぺみたいなやつですげえ暴風雨だったんだよ、もう本当に。そうそうそう。すごかった。もう着いた瞬間としゃぶりで、迎えに来てもらうにもさ、まあ、私ら土地勘がないから、ヨテゴがあの車がとかって言うから、違う車開けちゃった。そう、違う車が来たんだよね。そう、あの車だとか言ってさ、今って言ってみたら全然違う車でさ、こいつとか思って。あれやばかったね、こいつとか思いながらさ、もうみんな荷物が濡れるかとかして。いやでも温泉楽しかったよね、開けちゃった。そう、開けたんだよこいつ、知らない人の車開けちゃった。びっくりしてさ降りてきた人もびっくりだよね。でね、それを黙っておきたかったのに、雄大が11月ここでバラしてさ、あ、ほんとバラして、もう言うなよ恥ずかしい話やめてよ言うわな、そんなネタみたいな話ね出しとき言うわ。でもさ、ドクターフィッシュしたじゃない。え、したよね、みんなで。やってないよ。あれ、やらなかったけど。やってないよ、お前だけだよ、やってたの。私だけやってたの。温泉行ってないし、しかも。え、行ったよ、明野の温泉、あの、スーパー銭湯。スーパー銭湯でしょ。え、そこにドクターフィッシュいたでしょ。いたいた。やったっけ。やってないよ。やってないんだ、見ただけか。やってないよ、見ただけだよ。やりてえなっつったけど、時間がないからやらなかったんだよ。行ったの夜中だったんだよ。あ、そっか、やってない。ラーメン屋行った後に行ったんでしょ。あ、そっか、じゃあやってなかった。やってないよ、もう時間がないよっつって。ドクターフィッシュあるだねっつって。でもあれ以来行ってないもん、あの温泉やってみたいねとか言っただけだよ。あの温泉行ってないもん、あれ以来。だってすぐ走ったらもうあの別府の温泉があるところなんですよ、それ。なんで別府じゃないんだろうねみたいな。大分まで来てさ温泉にも入らず、スーパー銭湯で蛍光ランドみたいなところで済ましてさ、明けの温泉、明けの温泉ってね、そんなところで済ましてね。でも今年ヨテコひどかったね、なんか別荘みたい、別荘じゃないね、別荘じゃない、空き家、空き家、空き家のね、別棟みたいなところでね、うん、そう、でヨテコんちの家系図をこうやって眺めながらね眺めてたんかい眺めてたじゃんよ、説明してくれてたじゃんか、よくわかんない、マジで覚えてない、本当にごめんなさい。ここはこうでこうで、すっげえでっかい家系図なの、それもさもうさ、なんなの君んちはとか思うぐらいの家系図でみんな広瀬さん、そう、みんな広瀬さんってね、で、なんかもうよくわかんない、こうよくわかんない間柄だったりとかね、みんな梅掛さんがとかさ、そういうなんかもうよくわかんない感じのすごいよね、あの弟さんがなんかもうなんかお兄さんの奥さんも全部面倒見てみたいなそんな感じのさ、すごい家系図で、みんな広瀬なんだよ、びっくりしちゃったね。そんなんがあったりとかね、あったね、あったね。で、福岡行ったら福岡行ったでね、大牟田でね、すごい田舎でね、あのジャンクフードうまかったね、あのジャンクフードでも美味しかったね、美味しかった、なんだっけ、忘れちゃった、タル弁、タルタル弁、タルタルソースのね、お弁当なんだよね、そう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 、タル弁美味しかったよね、美味しかった、あれぐらいだな。で、福岡まで行ってさ、うん、一緒に飛行機で帰ることにしたじゃない、ラーメンがひどかったね、ラーメンひどかったよね、福岡まで行ってさ、さすがにまあ行った瞬間にね、あのラーメン屋を探そうと思ったんだけど、天神だったからうどんしかなかったんだよね。そうだよね、で、うどん屋だね、どこ行ってもうどん屋だねっつってて、で、その雄大くんも地元ではないから、あの天神のあたりはわからんっつって、結局うどんしかなくって、結局うどん食べたんだよね。靴も買わなかった？え？靴買ったよね、一緒に。
普通靴屋さん行かなかった？そんな出費した？え、安い買おうこの靴2000円か1500円ぐらいの靴買ってよ2人で。嘘？本当だってば。どんな靴？うん、靴だ靴だって。買ってないんだよそれ多分。買った足痛えっつってて。ああ、まあ私足痛えっつってた。足痛えからじゃあ2人で靴買おうぜってなって。あ、買った気がするわそれ。買ったよね。買ったすっげえ安いやつでしょ。そう、安いやつ買ったんだ。靴買ったんだよ。買ったね。買った靴買ったよあの時。で、うどん屋入ってうどん食ってで、それでまあラーメン食べたいって言うけ、そのまあでもラーメン食べで、そのせっかく福岡まで来たんだし一応ね、ラーメンぐらい食べたいじゃないですか。で、まあ後から聞いたら天神の方だったり福岡はうどんだっつって聞いたんですけど、まあでもせっかくだからね、ラーメン食いたいっつって。そうで、そしたらヨテコが空港の中にラーメンあるよっつって言うから、朝からでも全部休みやってやその時。そうなんだよね。そう、全部休みっていうか朝が早かったんだよ。早すぎて空いてるのが、あの本当空港入る直前ぐらいにある、なんかもう搭乗口ってことね。そう、搭乗口近くにある、なんて言ったらいいんだろうね、あれなんかもうコンビニみたいなとこだったよねコンビニみたいなラーメン屋があってさ、ね、うん、でそれさ、その何、安かったよね。安かった、300いくらだったんだよね、うん、で出てきて、はい、匂いはまあ確かにちょっと豚骨っぽい匂いするわと、うん、で、食ってみたら、もう出汁のない粉溶かしただけみたいなさ、味で超怒ってたの。びっくりしたもん。もうすっごい怒ってて、思って、もういやー、これ300円にしたってカップ麺よりまずいってないわと思って。そう、すっごいテンション下がってて、はぁ、ないわと。うわー、なんか怒ってると思って、別に私、どうでもいいからさ。さあ、もう私、疲れてたのもあってさ、最終的にこんな感じのものを食ってしまって、と思って、なんか情けねえなと思ってさ。でね、機内でさ、またラーメン食ってた私あれラーメンじゃないよ。え、なんだっけ、カップ麺食ってなかった。嘘、機内でオニオンスープ、コンソメスープじゃない。え、コンソメだっけ。あ、食ってたと、ね、あれがちっちゃいラーメン食ってた。そう、食べてたそのね、コンビニみたいなラーメン屋でのラーメンがあまりにもまずかったもんだから、機内でね、日清カップヌードルのカップヌードルのね、カレー味を食ってた。そう、食ってたの。うわ、またラーメン食いかいと思って。ちっちゃいやつな、こんなちっちゃいやつね、ちっちゃいやつ、ミニサイズのやつ、ね、あれがありえなかったから、私はカップ麺食べるっつって。あれがありえなかったから、私はカップ麺を食うっつってね、カップ麺食べた。あれぐらいだったないや、でもね、牡蠣のね、広島焼きうまかったよ。広島焼きって言うんじゃないよ、お好み焼きって言いなさい。え、広島焼き、広島風お好み焼きだよ。そうそう、あの、なんか入ったじゃん、お好み焼きいっぱいあるとこ。ボスでしょ。うん、そう、うん、あそこでね、あれね、美味しかったよね、うん、あれは美味かった。ボスはね、あの、私の学生の時のバイト先の。そう美味しい。で、なぜか CD を売り歩いたって。あ、そう、なぜか CD を売り歩いてねまあ、仕方ないよね。私 CD もちょうどあの1枚目の CD を出してすぐ直後だったので、あの、行ったら、あの、おっちゃんたちがね、その店長を発端に、あの、周りみんな私知り合いっていうかね、割と知ってる人ばっかりだったんでCD 持って回って、ついでに私も売っちゃったってみたいなついでに4件ぐらい買ってくれるでしょ、だってみんな買ってくれてみんな買ってくれてね私は横から出してそうお前便乗してんじゃねえよとか言いながらねお前もええみたいな、お前もかよみたいなあなたもみんなびっくりした顔してたわあ、わかったっつってお前の、いや、お前の顔みたいな、とりあえずまあいいかみたいな感じ、みんなね、優しいから買ってくれてたけどさ、びっくりしたよ私、お前も出すのかみたいなね、びっくりしたよね、ひどかったっすねすごいな、こいつと思ったけどね、一瞬え、マジで、すいませんまあいいかと思いながら、いいんだけどさ、面白かったっすね、面白かったよね、びっくりだったよね、本当にね、あれね、いや、弾丸でしたね、弾丸すぎたって。え、でも弾丸の方が楽しくないツアーって、それ、その当時も同じこと言ってたからねお前忙しい方が楽しくないとかすごい言ってて、嘘だろこいつとか思って、なんかね、私、いや、忙しいのはいいんだよ、忙しいのはいいんだけど、いや、その、なんて言ったらいいんだろうね、その忙しいのはいいんだ、いいんだけど、移動にすっげえ時間がかかるわ、休憩する間もあんまりないわせめて休憩ぐらいしようぜって感じじゃない。まあね、うんで、しかも私面倒見てるしね、予定このね、喋、うん、ってることよくわかんないしね、ほんと新聞広げたような見出しばっかり喋るしさ。でもさ、大船の時も激しかったよね、2、3軒飲み歩いたもんね、あの日の夜もね。
そんなもんだっけ。え、だってスナック姉妹。ああそうだね、姉妹行ってあ、そうだね、スナック姉妹行ったね。もう一気に行ったじゃん、その後スナック姉妹行って、その後お姉ちゃんがやってるお店行って、お姉ちゃんってあの島くんのね、お姉ちゃんがやってるお店行って、あのね、やばい、結構大無駄の男の人っていい音分かるね。あれ、いやまあ、うん、いやでっかいやつ多かったよね。背高い人多かったよね。多かった多かった、でっか。やっぱね、ちょっといかつかったよね。そのなんかドカタとかあのドカタとかあんな感じだろうね。だからもうなんかそういう感じの人が多くて、いや中町さんがね、カラオケであの曲歌うとは思いませんでした、ね、ケロロ軍曹かなんか歌ったっけ。そうそうそう、あのね、であとあの一人デュエットのね、誰でもみーなとかね、モーメントとかね、私はね、でね、ヨテコはね、すげえ真面目にカラオケ歌ってたんだ。そう、真面目にカラオケ、すげえカラオケ真面目に歌ってて、今ここだけの話、その私とヨテコの間に座ってた男の人がいるんだけど、若い人でね、うん、そのユダイ君のすげえ友達みたいな、はいはい、ライブは見てないんだけど飲み屋には来てたみたいな人が、はい、そいつがね、私にいやこの子真面目すぎるんだよなえ、でもその時コッコ歌ってた時に、はい、ヨテコ、あ、靴脱いで外で、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 そのまま見せて、はい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 っつってでもその後、私とその周りのみんなでわーっつって、楽しかったからお前が外出てる間に、嘘そう、追い出されたから、あの子大変だ、大変だねみたいな、あの子も大変だねみたいな話してたからねそう、いや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 、そんなカラオケ雄大くんも出てったよね、外ね。あ、うん、え、なんかさ、ズボン脱いでなかった？外でね。あ、外で脱いでたの、うん、なんか脱ぎ始めたね。外で脱いで、もう雄大くんもベロベロだから、飲んで歌って、そのまま外出て、そのまんまあのズボン脱いで、なんかね、俺と、俺がおらんと二人はダメなんじゃぎゃーんとか言って叫んでたらしい。なんで知ってんのそれ、なんで知ってんのすごいでしょ、あのお兄ちゃんが教えてくれたの。えー、嘘、ほんと連れ戻しに行ってくれたんだけど、え、ほんとに雄大くんを連れ戻しに行ってくれた。多分ね、これ雄大くんが聞いたら、俺多分穴に入りたいとかって言うと思うけどあの、すごかったらしい。あのモノマネもひどかったのに、さらにひどいかったね。雄大くんはね、すごかった。私見てないけど、その教えてもらったのはね、ズボン脱いで、こうやってもうあのマイク片手に、よてこと、中町は俺がおらんとダメだけんって。私、直接言われた、本当によてこは言われてたよ、直接に言われた、よてこは言われてたらしいんだ。お前はもう本当にもうみたいななんか怒られた記憶ある。俺がおらんとダメじゃけんっつって、そう、本当怒られた記憶ある叫んでたらしいよ。あ、そうなの、うん、そっか、じゃあ、まあすいません、ね、まあそんな思い出話もありながらね、ほら、あと3分だからもういいよ、よてこ、ありがとう。あ、うん、ありがとう、じゃあ、またこの後、どうせこの後ね、出るからね、11時からだっけね、よてこの虹色ナイトアワーで会ってあげてください。さあ、あと3分です。そんなわけでですね、ダダダダッと11月12月の予定をお知らせしていきたいと思います。11月はダダ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 ッチャッチャッチャン、6日スタックスフレットライブです。こちらはね、ちょっと急遽なんですけど、大好きな山口翔さんが出るので、ぜひ。今すごいしたらって言ったよね、私一応ね、ホームページにも載ってるんですよ。いろんな人に聞かれるんですけど、そのうちあのいろいろ改善しようとは思うんですけど、あのスマホで見ると、あのトップ画面の一番上のこっち側になんかね、ちっちゃいあの四角に、四角の中にラインが3本入ってる、あの線が3本入ってる四角があるんですよ。それをポチッと押してもらうと、スケジュールっていうのが出てくるので、ライブスケジュールを見てもらえれば一応全部載ってます。で、11月6日の後は15、16と赤坂カンティカンティという、赤坂カンティカンティというところで、食べないと飲まないとというイベントに参加しております。その後20日の日曜日、忙しいんですよ。昼間はね、ノベンバーイレブンスというところで、いつものランチライブをやらせていただきます。で、その後夜はですね、三鷹ビッグストーンというところで、ほぼワンマンみたいなことをやらせてもらうんですけど、どっちもステキャッツインザダンボールズが対バンです。昼も夜も、ぜひね、ここら辺詳細を確認してふるってご参加いただきたいと思います。超いいね。で、その後24日、下北沢ビッグマウスでライブをします。この日は大輝さんとかね、畑崎大輝さんとか、素敵な対話になっておりますので、ぜひ。11月最後は30日、スタックスフレット。こちらがね、本場です。この日は、チャンジーさんが出るっていうね、素敵なおじいちゃんが出るのでね、ぜひ。いい日です。素敵な日です。11月30日。で、11月は終わりで、12月はですね、中町の誕生日月というのもありまして、別にそれだけでもないんですけど、
ちなみに2日はここのジェットロボットで久しぶりにライブをさせていただきます。ツーマンライブですよね。ツーマンです。っていうかもう時間過ぎたし、というわけでこれから先はですね、ぜひホームページ見ていただいて、時間オーバーしてしまいましたので、また12月は6日に会いましょう。ありがとうございました。中町よみのオールナイトタガタの豆です。